おっすおっす、ちはやです。マリオメーカーやっていきましょう。やたら重いコースですね。このさ、重さを利用してさ、ヒップキャンセルクルーンの練習とかできないかな？あ、死んだ。死んだ。ヒップキャンセルクルーンか。でも、この遅さでもできない。タン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 。タン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 。難しい。全然できねえや。重いな、重いな、重いな。もうクリアしちゃいましょう。はい、お疲れい。はい、5月の5日にいただいたコースですね。なんか嫌な予感すんな、これ。簡単だよねって聞いてることで、さらに挑戦者求めてるってことは、結構このコースに自信があるわけでしょ。最初に孔明見つけると、そういう系のコースなのかなって、ちょっと不安になっちゃうんだよな。これでもまあ確かに孔明あれば右までは届く？届くか。こっから何？最初が孔明だっただけで、あれですか？ちゃんとした、厳しいコースなのかな？できんのか？ああ、死んじゃうよな、そうだよな。これ出せば、絶対にあそこまでいけるから OK ですね。ここまでは絶対いけんじゃん。ああ、スピン出た。まあ、ここまではね、この後どうかわかんないけどね。うわぁ、そしてそうなるのか。逆ベルトっすかね。あー、なんでスピン出ちゃうの今日。ほっ。ほっ。はい。よし、OK。ほんとか？ほんとに土管入んのが正解か？まあ、そうなってくるよね。そうだよね。そりゃそうだわな。ほら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 。そうですよね。ですよね。この後だよね。問題ブロスなんだけど、ワールドのブロスって待ってれば攻撃止まるっけ？ジャンプするタイミングがあると思うんですよね。そのタイミングで倒しきれますよね。ここ孔明確認しますよ。とりあえずここにはない。ここにもない。大ジャンでもなさそうですね。ないことを祈るぜ。ちょっと早めジャンプ。オッケー。まあ、スターかヨッシーじゃないとダメなんですよね。スターですね。帰ってきたね。ああ、急げ急げ急げ。とりあえず、まずは右飛び。あったー。ベルトコンベ、ああ。これ乗ると死ぬ可能性大だな。てかもうこれはこういってさ、これで勝ちなんじゃね？え、この、クリア率はなんだ？なんでそんな死んだ？なんで死んだんだろう？じゃあこれ行きましょうか。いいねのランキングその2。トゲですね。スティレットストンプはちょっとわかんないけど、とりあえずトゲですね。トゲですね、確かにね。これで、出てきて、なるほど。え？そっか、出てくる前に倒しちゃってるから。あ、ダメだ。一個上に上がってきてくれれば、うわは食らいましたね。え、こんなことできるんだ。知らなかった。すごいな。あ、これは知ってたけどさ、さっきの、これで倒せるのは知らなかった俺は。へぇー。こんな技があったんだな。しかも、うまいこと、あれをミックスさせて使ってるわけだからね。すごいっすね。これは？上に上がる？もしかして。うわ、マジか。すげえ。これで道がまあできると。あ、取られた。ダメだ。取り返してこないと。取り返すっていうか、再取得してこないと。知らない仕様が多い。あれ？これっていけた？こいつらっていけたっけ？いけたわ！倒せた！そうだったか。これは乗るんだな。おう。これに乗って、これに乗ってだね。急に、難易度上がりすぎじゃない？それ。オッケー。ズドンって倒して、道作って進むと。はいやー。めっちゃ楽しい。中間、まだまだ続くよと。まだ続くんですね。ズドン。
まあこれは倒して、すごいジャンプできない。いやできないわけじゃないんだけど、いいね、気持ちいいね、なんかね。ズドン、うわひー、落とされた。あ、なるほど、よく見たらここに隙間が、これでピャンといってズドンと、あーやっといけた。よっしゃー。でもまだまだ続くんだよね。そうだよね、またなんかやたら難しそうな。まあ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 、これはこうじゃん、こうじゃないですかね。で、あ、でもこのブロックどうする。あ、なんか P 出てきた。あ、踏んでもらった。でも、あ、倒せるか、そっか、これいけんのか。なるほどな。あ、そっか、これは普通に倒せんだ。うわ、中間だ。まだ、まだまだ続くんだ。あ、P が。ズドン。あ、でもどうする？この高さ。あ、踏めるわ、普通に。OK。で、上に上がって。おぶね！なんか出てきた。これで、ドアに入って、道作って。でも攻撃手段なくね？あ、まさか。うわぁ、マジか。これで攻撃入るんか。完全想定外だろ。マジか。ほんと、ヒール、ブーツすごくね？ブールのポテンシャル尋常じゃねえな。ブーツ最強説だわ。ブーツってすげえんだな。ブーツってすげえんだな。みんな知ってた？ブーツがこんなに強いって。俺は驚きを隠しきれません。すご。最後、パウでクッパ倒してんのか。このコースすげえ。ブーツすげえ。なんだこれ。はい、じゃあこれいきます。Just a girl in the world。どういうことでしょう。とりあえず、ハテナキノコ。そっか。この海外の方は、ニセ声知らなかったかもしれないですね。いきなり中間もらえちゃうんだね。あ、違うな。出てくるたんびに中間なんだ、これ。あ、なるほどね。いろんな、メグミンだ。メグミン言うとめっちゃ怒るんだよな、でも。めっちゃ怒られるんだよね。コメントなんで。でも言い続けるけどね、俺は。よいしょ。よし、OK。さあ、メグミンの次は誰かな？こっちもあるんだよね。あやさき、ゆでーすってやつか。いきなり取られちゃったけど、多分大丈夫だと思います。本当？でもこの辺はそんなにきつくないよね。ここに、上にあれがあるから、ブロックがあるから。急いで急いで、降りますと。OK ですね。OK でーす。よし、突破ですね。速攻は矢崎優ちゃん取られたけど。これ入ったら、うん。中間じゃねえのかよ。取ってくればよかったよ。さあ、3番目。今度は本家。ピーチ姫。ジャンプしよう。あ、ダメだ。ちょっとはしゃぎすぎましたね。3つずつか。結構ゆったりいかないといけないですね。どこまで行っていいかをしっかりと。オッケー。しょい、しょい、しょいと。これで中間をゲットして、しておきましょうね。赤コイン4枚、これで。あれ？あ、そっか、あれか。土管入ってんのと入ってないのとか。おう、ゼルダ姫。あ、あ、そこ取れた。取られんの早い。オッケー。
これあれかな、ちびっこで行けってことなのかな。俺さんちびっこで行ってくださいってことなんですかね。ここまで来ましたね。じゃあ次はドア。今度はロゼット姉さんか。イエーイ、結構深い声してるんだな。マリオカートとはちょっと違う。あ、マリオカートは基本的にあれか、チコが喋ってたからな、Wii の時は。食われる、あぶねえ。おー、頑張ったロゼッタ姉さん。Wii の時はよくお世話になってたからな。ロゼッタ姉さんばっか最後は乗ってたからね。これいった？じゃあこれか。サムスさん。これは、サムスいいんだっけ？ゼロスーツサムスっていうのもいたじゃん。なんだっけ？え？入れなかった。待って、地区は復活するからパウが出てきましたね。なるほど。あれ？でも、どうしようもなくね？これ。あれ？この時ってどうすんだっけ？ヒップドロップとかできないしな。あれ？どうすればいいんだ？とりあえず帰るじゃん。あ、これ死ぬしかない？じゃあ。あのパワーどうすりゃいいんだ？頭で叩く、あ、なくなってる。ここに乗ってれば多分。あ、でも落ちた。大丈夫。これで、よし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 。よーし、やっといけたよ。お疲れちゃーんかな？終わりかな？お、デイジー！ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお済みでない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。せーの、アディオース。